曲様、一曲やりましょう。フランク・サントラの歌の僕は大好きだったんですけど、サマーウィンドっていう、夏の風っていう、インフルエンザじゃないですよ。ウィンドですか、サマーウィンドっていう曲がある。これをちょっとやってみます。
サマーウィンドっていう曲なんですけど、まあ、このネタは、カノン信号のこの譜面なんですね、確か、うん、ウェバーが持っていてくれた、なんかもうちょっとうまいこと書いたらええのなという譜面なんですけども、まあまあわからないことはあって、カノン信号のネタでございまして、もともとはレイ・ブラウントリオの演奏をコピーしたみたいな感じです。それでは、オスカー・ピーターソンの作った曲なんですが、ウェン・サマー・カムズっていう三拍子の静かな曲があるんです。で、多分ピーターソンが脳梗塞になって左手が全く動かなくなってから作った曲じゃないかなと思うんで、まあメロディーの動きもゆったりしてます。そういうことでちょっと、まあ、ピーターソンをしのんで When Summer Comes っていう曲をやりたいと思います。Thank you.
ガーズのボーイングの曲を2曲もご披露したんですけども、ちょっと休憩時間来ましたね。もう1曲やって終わります。ティンティンデオをやりましょう。デイジー・ガルスビーの作った曲で、アフリカンリズムなんですけども、今日はパーカッションがいないんで、ティンティンデオ意味がわからないんですけども、 TIN っていう、ティンっていうのはなんかブリキッダのことを言うらしいです。ティンティンデオっていうのは多分人の名前じゃないかと思うんで、ブリキのデオっていう感じですね。Thank you.
あのセライズルさんというピアニストの方が非常に好きでテーマにしてたみたいですね。で、あのセラさんは非常にあの大塚大塚って言っていつも関西来たりしたら僕の顔を見に来たり、僕が東京行った時は必ず訪ねて行ったりしてすごく可愛がっていただいた。もうすごくピアノの音は綺麗な人で、手もでかい、顔もでかいけど背は僕と同じぐらいなんだけど手が10度届くっていうのすごく羨ましかったですね。まあ、そんなことである日僕がセラーバーっていうロイヤルホテルで弾いてた出る時に遊びに来て、どういうわけか楽器がベースが置いてあった。大塚俺ベース弾くよって言って一緒にやってたんです。でその前に世良さんが来る前に一曲前に酒とバラの日を僕弾いてたんです。で世良さんが来てやるぞって言った時にまた酒のバラの日々リクエスト来たんです。世良さんがベース持っててもうやったよって言うんで、ぶっきらぼうやな、もうもっともうちょっとお客さんにちゃんと言えんかなと思うんだけど、ぶっきらもうやったよって。でもまあせっかく言われたんだからで僕はもう一遍やるんですけど、俺はやんないねって言って俺ならやんないねって言ったわ。そんなもんですかね、僕はせっかくね聞きたいから、今来られたお客さんだか分かりませんし、これ休憩20分したらお帰りになるかも分からんからやりますって言って、その辺あたりから僕優しくなったのもう昔はね本当にあの威張ってったというか、古谷とやってる時なんかもう古谷が大体威張りやったから、もうなんかもうジャズ以外はやらないみたいなことで、でもいろいろやらされましたけどね。ヤングオーなんていう番組やったりしてましたよ。ひどかったですね、あれは。あのねのねの歌の伴奏までしましたけどね。もう古谷が機嫌悪うてね、もうとにかくその日一日さあ機嫌も悪くなりますわな。まあでもあのそれでお金いただいてるんですから結構いいお金もらってたみたいですね。さて、フランスへ行ってきました。それで僕のオリジナルの曲をやったんです。でメイエ村というあのパリとちょうどリヨンの間ぐらいにあるあの場所なんで、田舎なんで人口が200人しかいない町なんですけども、そこにあのジュエリー あのアクセサリーのデザイナーの日本人の人が一森郁夫さんという方がいて、自分のアトリエを持ってるんです。で24年前に僕を呼んでくれて教会で演奏したんですね。で初めての日本人としてその教会でやったということで、今回も教会を100年ぶりにリニューアルしたということを記念して文化祭をやる、で前首相さん来てよって言われて、行ってきたんです。でオリジナルメイエ村のオリジナルを作ったんで、スケッチオブメイエっていうのがつまりメイエ村の印象の よくスケッチオブなんとかなるじゃないですか。だから作ってみました。スケッチオブメイエ、メイエの印象という曲です。Thank you.
ありがとうございます。かわいい曲。作ったものの即興演奏するの難しいね、これ。もう変なコードついてるな。変なコードじゃないんだけど、単純すぎて、こう難しい。もう一つ、僕が教会でコンサートしたんです、最初に。だからその教会の曲を作りました。メイエの教会というタイトルなんで、スケッチオブメイエという一連の組曲というか曲があって、森の曲でお城の曲とかそれからレストランの曲とかあるんですが、教会やっぱりこれは作らないかなと思ってちょっと、荘厳な感じで作ってみました。なんとなく作って出来上がってみたらMJQ の曲によう似てるなという感じで雰囲気が、まあ、そう なってしまうんですね。レグリーゼ・ドゥ・メイエって、エグリーゼっていうのは教会のことです。で、監視がエルが積むんでリエゾンしてレグリーゼ、レグリーゼ・ドゥ・メイエ。
古いあのクラシックの曲の感じで作ってみました。スケッチオブメイエとレグリーゼズメイエという曲でした。さて、まああと何をやるつもりやったんだ。あ、そうか、フランスにちなんでラベルの、亡き王女にのためのパワーヌというのがあるんですが、パパーヌという曲の意味がわからなくていろいろ調べてみたら、ダンスのステップの、故障なんですね。でパパーヌなんていう踊りなんてもう今すでに戻ってないんだろうと思ったら、古楽器をあの趣味にしてるグループがあって、その人たちがパパーヌという踊りをやりながら演奏してたのを僕見たことがあるんですが、でも全くラベルの亡き王女に捧げるパパーヌはその雰囲気がないというか、綺麗なバラードなんですね。でこれをちょっとジャズ風にアレンジしてみたいと思います。亡き王女のためのパパーヌ。Thank you.
ていいですね。もっと他にもあるんでしょうけども、もうボレロなんていう曲はとてもじゃないけどピアノ弾きたりはできないんで、もっと他にいいのがあれば探してみようかなというふうに思ってます。そろそろ時間ですかね。まあだいたいコンサートするときは必ず、まあ、ライブのときはブルースを入れてやるんで、古い形のブルースになりますけれども、ちょうどビーバップの頃に、多分誰が作ったかちょっとわからないんですけれども、僕の想像ではウディ・ハーマンオーケストラで演奏されたことがあるんじゃないかなという記憶があります。ウディ・ハーマンオーケストラというのは主にブルースを主体にしてやってるんで、なんか声を出してるのを聞いたことがあるの、多分そうだと思うんです。曲名はレッドトップというんですけども、赤毛のことですか、それとまあトウモロコシのこととか、いろいろレッドトップ、頭が赤いっていう表現で、いきなりレッドトップって叫んでから演奏しだすという曲なんですね。面白いんでこれをやってみたいと思いますが、私は別に叫びません。